東口八市区駅は、千葉県市原市八幡にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である、島式ホーム一面二線を持つ、地上駅、1995年12月23日から、京城駅舎を利用している。五位駅管理の業務委託駅であり、自動改札機、指定席券売機、自動券売機が設置されている。 緑の窓口は2013年2月12日をもって営業を終了した。2018年1月13日からは、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。2019年度の1日平均乗車人員は1万1905人である。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 駅周辺を望むボートピア市原飯ヶ丘やわたぐ駅周辺にはマンションが点在する。近隣には、立山自動車道が通るが、最寄りのインターチェンジは、かずさ村上駅付近に位置する。すべての路線が、小港鉄道によって運行されている。その他、東京スキヤバ橋、小井駅業の深夜バスが発着。串屋横丁前、ボートピア市原業無料送迎バス、市原市歴史も、 参照駅名は、所在地の地名、八幡の起こりとなった校社である飯ヶ丘や幡宮が、付近にあることと、暴走王館の宿場町であった歴史に由来する。当駅の所在地である市原市には、市の名前そのものを冠した駅がないことから、市原駅に解消しようという運動がある。また、五井駅でも市原駅に解消しようという運動が何度も起こっている。 市原市は1963年5月1日、市原町、五井町、姉崎町、三和町、室町の五町が合併して成立し、市名はこれらの町が属していた市原郡から命名された。八幡宿駅は八幡町を合併した旧市原町の中心地であり、五井駅は旧五井町の中心地である。またかつては兵庫県に国鉄市原駅があったため、 合併後も駅名が変更されなかった。なお、京都市の永山電鉄にも市原駅が現存する。東日本旅客鉄道内房線通勤快速、快速、快速、普通浜野駅矢渡宿駅、小井駅出店、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間、ありがとうございます。